ドンミシー、はるか、ここで、まほ、私たちはチェゴでーす。はい、ということで今日ははいチェゴの恋愛事情について深掘りしてみよう。いやー恥ずかしい結構昨日インスタグラムの質問箱で、チェゴの恋愛について知りたいことありますかっていうふうに質問箱して、結構いろいろなので、それについて語っていきたいと思うんですけど、はいはい、ただ語るだけじゃ私たちはやだやだやだ食いしん坊ですということでこちらを買いました。じゃーん、スーパーバックス、最高、大好き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 、はい、乾杯。だっけーな、今せーの、乾杯。待って、幸せ、うめ。じゃあまずはね、ノーマルな感じのやつからいきましょう。はい、異性のキュンとくる仕草は。おー、仕草。でもなんかうちボディタッチが結構キュンとくるんだ意外と単純じゃないそれあ、危ないよとか車危ないよみたいな、ちょっとそっとこうされると誰彼構わずキュンってしちゃう。あー、めっちゃわかるかも。マホは？そしたら全く一緒。マホ、さりげない優しさにハッってなる。先にドアを開けてあげるとか、なんかマジで小さいこと、道路歩いてちょっとこっちに寄せてくれるとか、なんかはん、たまにめっちゃぎこちない感じの人いる。あ、危ないよみたいな。触ってもいいのかどうかなのかなみたいな。ちょっと軽く触れそうで触れないみたいな。でも可愛くない？可愛い。それもいいよ、ね。それも、まあ、ありちゃうんだけど、まあ、できれば自然と、危ないよみたいな。でもさ、逆にさ、自然とできすぎてると、あ、この人慣れてるんだなって、いろんな人にやってるんだなっていう風にも捉えてしまう。だから、メンヘラになってしまうね。でもやってほしいんだよね。うん。ですね。全然やってほしい。はるか？うちは？6時の件。はるかは、とにかく緊張しちゃうから、キーポイントとかじゃないんだよね。そもそも。普通に学生時代とかなかったの？確かに。なんかこれされて、なんかちょっと、あれみたいな。ない。ないの？えぇ、じゃあさ、うちらの言ってるさ、急に、あ、危ないよっていうやつは、キュンってする？するかも。するよ。するんかい。じゃあそれだな。ネット恋愛はありですか？全然ありだと思う。ただ、ネットって結構危険性も隣り合わせだから、人を見極めてやっていく。そう、力があれば全然いいと思う。ただ、その力がない人は、あんまりそのネットに頼りすぎるのも良くないんじゃないかな、みたいな。まあでも出会い方はさ、人それぞれじゃん。だから別にね、そんなダメやとかは思わない。これされたら冷めちゃうって行動ありますか？おーっとー、あ、いいね、この人は。まあ、1個じゃないよね。そうだよね。1個で絞れなくない？冷めるっていう。はい。お姉ちゃん、これ下げて。あ、店員さんにタメ口使う。そう。わかる。それは嫌だ。別に、おごってほしいとかじゃないんだけど、あ、じゃあ、次回から割り勘ね、みたいな感じの、ニュアンスとか、そういう感じだったら、割り勘は嫌じゃない、普通に。今回は払って、次回はうちが払うとか。そういう方が気持ちいいじゃん。そういうのだったら全然いいんだけど、なんか、じゃあ割り勘ね、みたいな感じは、ちょっとやってみたら。なんか、もし割り勘にするなら、ごめんねって言ってくれれば、いいよ。ごめんね、今お金ないんだ。え、いいよ、そしたら全然いいよ。全然いいよ。でもなんか、あ、ちょっと割り勘ね、みたいなのやったら。やだ。じゃあもう次からデートしません、みたいな。結婚するならどんな人、理由も詳しくだって。うわ、マホは、まず、マホのことをめっちゃ好きな人。めっちゃ、もうマがどんなことしても全部許してくれる人。それあなたの先生に繋がるんでしょ。で、大丈夫結婚生活。でも、どんなことしてもいいよ、僕がやるよとか、助けてくれる人がいい。成長とかじゃなくて、普通に結婚するとしたらね。まあ確かにそれも大事だけど、お互い自立してる人がいいかな。自分も向こうも自立した関係で、しっかりしてる人みたいな。心に余裕のある人。それはマジで大事。心に余裕ある人イコールお金持ってる人じゃん。まあそうなる、うん。マジででも大事だよ。結婚ってなったら将来のこともいろいろ考えないといけないしね。そうなってくるとさ、全部必要だね。一緒に暮らせる？一緒に、どうだろう。結婚自分の部屋があるなら暮らせるかも。自分の部屋は必要。寝室はさ、一緒は絶対派？え、魔法は一緒でも平気。でも喧嘩したら別に寝ればいいじゃん。うち分けたいかも。え、マジ？うん。あ、なんか子供に分けそうだな。いや、なんかさ、狭いじゃん。人とある程度距離が大きさいんだよね、うち。多分好きな人でも。え、はるかは？ベッド。お風呂入って。
わかんないで。人による。人によっては別にベッド一緒だよみたいな。でもずっとだよ。結婚か、考えたことねえや。ね、そもそも結婚願望ないよね、あんまり。魔法あるけど。でもそんな強くは思ってないよ。そうなんだ。焦るのも良くないじゃん。まあでも30までには確かに。わかる。なんかでもうち一生独身そうなんだよね。いや、なんか二人ともなんかさ、一生いなそうとか言うじゃん。いや絶対できると思うよ。本当に、うん、でもそれ3年前ぐらいからさ、ちょっと考えたことあるってさ、魔法あるかってことは言ってくれるけど。絶対思う。だって。現状変わってないですよ。環境。多分一人暮らしすれば絶対できるから。マジで見ててみ。好きな人が付き合ってたら諦めますか、諦めませんか。うちは諦めるな。うちも諦める。めんどくさいことがまず無理なのと、自分が奪うとするじゃん、彼女持ちの人から、同じことされる気がする。なんかさ、信憑性ない口の周りにちょこついてるから。これなんかついてるんだよ。ご了承ください。マホリは奪うでよ。マホリは奪うでよ。いや、でもね、そんないけないよ。だって、いるんでしょ。いるんだよ。いるんだよ。バトキと場合によるわ。行くわ。この人ね、この人は行くんです。奪うっていうか、彼女がいるのか。無理だよ、彼女がいるのは。いや絶対嘘だな。無理じゃない、彼女でしょ。過去の感じからしてる。嘘だなってなるよ。彼女別れそうみたいな感じだったら、真帆がもしそれで好きだったら行くよ多分。でもめっちゃラブラブでもう幸せそうだったら行く好きもないじゃん。だから無理じゃないそれは。でもラブラブなんだけど、真帆にはめっちゃ優しいんだよ。うっそいつ。うっそ。無理無理、それは。そいつは多分、クズ男だね。ダメです。女もそうですよ。女の方が意外といるからね、そういうの。3人考える好きの判断基準は。もうそれ私が知りたい。若ければ若いほどさ、もう直感的に好きっていう気持ちが素直に出るけどさ、大人になればなるほど、好きっていう感情が生まれるのが、何段階もあるじゃん。だからもう分かんないよ。何なの好きって。結構マホも勢いタイプだからな。気になってて、あ、もう好きだみたいな感じになるタイミングがもうバラバラなんだよ。あれじゃない？チューしたいと思ったんじゃない？違うか。あ、分かった。私のものにしたいと思ったんじゃない？あー、マホだけのものにしたいって思ったからもう好きじゃない。あとあれだよ、俺この後女の子と遊ぶんだって思って嫌だったの。あー、それもあるかも。男性のヒゲはあり、なし。全然あり。似合ってればあり。人のらしい感じだ。ただ、まあ生やしてるだけっていうのは。おにゃもにゃもにゃ。もうサンタクロースやね。きっとさ、その男の人ってさ、生やすのにロマンがあって生やしてるわけだ。そうだね。理由があるじゃん。だから、ちゃんと理由があって、綺麗にする人なら全然いいと思う。でも、魔法あるかないか言ったらない方がいい。あー。ないかな。あー、そうなんだ。子供はありの人と付き合う方がお似合いそう。わかる。隣に立っててさ、ヒゲの方と似合いそう。うち綺麗であれば全然サンタクロースでもいける。1年間本当に恋愛禁止だったんですか。まあ、まずはいか家で言ったらはい、はいです。はい、本当に恋愛禁止になりました。まあ3人暮らしを始めたタイミングじゃない。そうか。で、チェゴをもうガチこの1年間は本気で頑張ろうっていう年にしたかったんですよ。でこっからもうマジで YouTube もアーティスト活動も頑張りましょうって時に、マホさんが恋をしてしまったんですよ。で、恋をしてしまうことは別にいいことだったし、うちらも最初は普通に応援してたんですね。そしたら、なんだかんだ言って、お仕事ができなくなってしまったんですよ、マホさんが。恋愛に盲目すぎて。で、そこで、はるかとことねは、とても困ってしまいまして、ちゃんとやってっていう風に言ったんだけど、みたいな感じになっちゃって。待って、難しいこれ。その最初の何週間くらいはちゃんとやるんですけど、まあまたまたおろそかになったりとかがあって、その当時プロデューサーもいたんで、その人含め、いやーこのままだと真帆はもう本当に恋愛すると何もできなくなっちゃうから、うちらも年齢も年齢あるし、ちゃんとやるんなら、別に付き合ってるとかじゃなかったんで、その人と。結局連絡取らないでみたいな感じになったんですよ。なのに、誰も言わないで裏でこそこそ連絡取ってたんですよ。プロデューサーがもう嘘つく人とやりたくないみたいな、一緒に仕事したくないなって、俺はプロデューサー降りるって言ったんだよ。だからそれだけは困ると思って、めっちゃ一生懸命謝って、なんか土下座してよね。
土下座してた。みんな土下座してる。で、それの、まあ、名残で禁止になったみたいな。うん、でも、これは本当昔のことだから。めちゃめちゃ昔。ね、そっから大人になったよね。うん。うん、まあ、正直仕方ないことじゃん。うん、魔法にとって恋愛大事、大事っていうか、だからうちが要するに、イカを禁止みたいな。もんちゃん。イカを禁止。それは結構きつい。イカをさ、人を大事にしないと。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと SNS もフォローお願いします。お願いします。ということで、以上、チェゴでした。